はい、カレーマニアユッキーです。今回はですね、カレー専門店のこだわりカレー中辛です。こちら値段が、100円ぐらい。こちらは有名な、カレーの、で有名な、八食品株式会社っていう、会社ですね。この、八食品っていう、会社はね、主に、俺がよく食べるのは、ミートソースパスタの、レトルトのやつね。ミートソース。あれ美味しいんだよ。しかも、量多いしね。こちらが1人前 210g 入ってます。4種のキノコソースと、赤ワインの美味しさ。こだわりの味と香り。だそうです。よしと。そんではいただきまーす。うん。あ、美味しい。お。あのね、熱い。俺ね、多分ね、多分猫舌なんじゃないかなと。最近思って。多分猫舌なんだ。美味しい。まあ、これ中辛なんであれなんですけど、これ辛口だったらかなり美味しいな。うん。程よく。程よくこの、ちょっとビーフっぽい感じ。程よくビーフしてるね。ほんのり。ただ、具がほとんど入ってないですね。カレーソースみたいな。ほとんど、具が入ってない。うん。まあ。美味しい。これは美味しいですね。割と。うん。さすが八食品といったところでしょうか。うん。うん。割と濃厚で。しっかり、うまさがあるね。八食品。ここの、ここはほとんどあれだよね。レトルト商品だよね。うん。で、その中でもカレーのレトルトをほとんど主に、作ってる会社ですね。その中でも、蜂蜜の蜂に、まあ、蜂ですね。虫のね。あれに、カレーって書いて、蜂カレーっていうのが有名みたいです。うん。まあ、俺見たことないんだよね、これね。うん。かなり真っ赤な、真っ赤な本格ビーフカレーみたいです。真っ赤ですね。色がね。色っていうか、その、ルーの見た目真っ赤です。
とレトロチックな。日本初の国産カレー粉を調合した、本格ビーフカレーです。これ食ってみたいね。売ってねえんだけど。ちなみに希望商売価格が、レトルトのやつが1個で、なんと500円です。たっか。超高いじゃん。しかもどこにも売ってねえし。これ見たことないわ、こんな。そしてなぜかカレー粉も売ってるんですが、カレー粉が 40g で、なんと350円。ね、一食あたりの、ビーフカレーより高いっていう。もう訳がわからない。どんだけカレー粉安いんだよ、っていう感じですね。いや、どんだけこれが高いんだよって話。ビーフカレー。うん、でも、カレー粉を、カレー粉カレー粉ってことはこれ、でも缶で売ってるんですね。缶なんですよ。レトロの。レトロな缶ですね。普通さ、一般的な、バーモントカレーみたいな、ああいうパッケージのこういう四角いさ、やつで売ってるのが一般的ですけど。うん。あれ？ちょっと待って。ハチカレー本格カレールーっていうのもありますね。あら？カレー粉とカレールー。ってことはカレールーではないのか。俺が知ってるのはあれはカレールーなのか。ということはカレー粉っていうのは、カレーを作るときにカレー粉っていうのは、まあ一般人には馴染みがないですね。おそらく。だってカレーのルー、ルー大芝じゃなくて、あれはレトルトだもんね。カレールーってことは、やっぱそうなんだよな。ってことは、カレー粉ってのはカレー作るときに使うのはわかるんだけど、その他に何を使うの？わからん。これガチのガチ勢しか多分買わないですね、カレー粉って。ちょっとカレー粉って、どういう使い方があるの？カレー粉。カレー粉で作る基本のカレーライス。カレー粉で粉末ですね、完全にね。カレールーは、サラダ油と薄力粉とカレー粉を使うみたいですね。はい、はい、薄力粉も使うんだ。薄力粉っていうことは小麦粉ですよね。へー、わざわざカレー粉使うっていうことは多分相当、マニアですね。まあ、どっかの、少なくとも家庭では作らんでしょう。家庭でカレー粉使うっていう人は多分、よっぽどのドマニアですね。普通多分どっかの店とかで、出すときに、カレー粉使うか、みたいな。だってわざわざ、小麦粉とカレー粉とサラダ油混ぜて作るでしょ。カレールーをね。ルーをカレー、作るってことは、相当マニアですね。うん。間違いない。だって普通のが、一般的に売られるやつはもうそれが混ざったやつだもんね。カレールーって。うん。だから蜂食品っていうのはその、蜂蜜のとかの、蜜蜂の蜂から来てるっていうことですね。蜜蜂っていうかね。
8から9、8食品っていうね。うん。ただこの8食品の、一番俺が、すっげえ、よく使ってるのは100円で売ってる、だからさっきも言ったんだけど、俺ミートソースが好きなんですけど、パスタ。あれのミートソースのレトルトのやつですね。あれがすげえうめんだ。あれがね、めちゃくちゃうまい。てか、むしろあれぐらいしか俺食ったことない。レトルトのやつって。パスタのね、レトルトのやつだね。あ、日本で初めてカレー粉を発売したってのが8食品らしいですね。なるほど、なるほど。でも、それにしては、まあ、言っちゃ悪いけど、カレールーでも、二流、とかですよね。うん。大体カレーってさ、カレーのさ、ルーっていうか、まあ、バーモントカレーとかだとあれ、どこの会社わからへんけど。SB とか言って。俺が知ってるのよく使うの、まあ、よくっていうか、CM とかでもあるけど、よく見かけんのはあれだよね。SB とか。S&B 食品。SB 食品。ちょっと SB 食品、ちょっと、グーってみましょう。スパイスとかハーブの会社ですね、これね。あ、これにも、SB にも、あれだ。カレー粉がね、売ってるんだけど、缶ですね。缶カレー粉。赤缶カレー粉だって。マニアックですね。マニアックすぎねえか、ちょっと。あれ？でもあれだな。基本的にこの SB は、カレーっていうよりも、あれだね、スパイスですね。この、うん。カレー粉もあるんだろうけど。ああ、もう、これはあれですね。この SB はさらにそこの上を言っている。カレー粉とかの問題じゃなく、スパイスで作るとか言い出す始末ですね。うん。カレー粉っていうのは、結局、全部スパイスで作られてるわけでしょ？それを、そのスパイスを売ってんねん、この SB は。もう、元素みたいなもんです。うん。物質のその元素を売ってるみたいな。用意する6つのスパイス。クミンとコリアンダーと、カルダーモンとオールスパイスとターメリックとチリペッパーですね。これを混ぜると、カレー粉になる。多分。まあ、めんどくさいですね。確実にめんどくさいんで、そんなことはやりません。もうあれだよ。あれレベルだよ。なんだっけ。トキオみたいなもんだよ。カレーで言う。カレーをさ、カレー粉から作るやつってさ、トキオレベルだよ。もはや。トキオになると、さらにその、
そのスパイスを植えるところから始めるかもしれない。あ、これ有名なのゴールデンカレーですね。この SB は。ゴールデンカレーとカレーの王子様だって。懐かしいな、これ。まだあるんか、これ。未だにあるなね、このカレーの王子様って。これロングセラーだろ、これ。カレーの王子様って。俺ガキの頃食ってたよ。しかも何にうまいんだ、これが。離乳食が終わったお子様の初めてカレーに、1歳からのカレー、カレーの王子様。だって。まあ、1歳からのカレーはどうでもいいんだけどさ。まあ、どうでもよくはないんだけど。まあ、そんなに1歳からそのカレーを食わせるっていうさ。まあ、別に、まあ、いいんだけどさ。だからそこまでこう、インドの元々料理なのに、ここまで日本にね、受けているって、食品ないですよね。カレーの王子様。すげえな。これバーモントカレーよかさらに甘口だからね、これ多分。ガチのあの、なんだっけ、最近、あの、ほら、ココイチでさ、甘口カレーみたいなの出たでしょ。あれよか。いや、まあ、あれよか甘くはないか。どうなんだろうね。さすがにあれよかは甘くないんだろうけど。カレーの王子様。これ超甘口だろうな、おそらく。だって1歳のやつに食わせるってことは、もうバーモントカレーの甘口もびっくりの甘さだろうね、これ多分ね。逆に食いたい、どんな味か、ちょっと、俺のガキの頃の思い出に、ちょっと食ってみてもいいな、これな。今度買ってこようかな、っていうか。買ってこようかなはいいんだけど、多分これ見たことないもんね。カレーの王子様ってね。確実に。俺、見たことないもん、このカレーの王子様の。カレーのやつと、あとレトルトとか。こんな売ってんのってレベル。多分、そんだけ人気ないんかな。わからんけど。どうなんですかね、これね。いや、意外と、まあ、多分人気ないんだろうな。多分、一切のガキのやつを、作るっていうよりは、もう、あれだろう。もう、ガキのやつはもう、いいね。もう、めんどくせえから、こんなん、カレーの王子様なんて、買わずに、もう、バーモントカレーの甘口で済ませるみたいな人間が多分多いんだよね。わざわざお前ガキにお前、なあ、カレー食わせるかっつう話よ。だって離乳食なんて腐るほどあるわけじゃん。離乳食が終わってからのあれなのか。まあでも、売ってるの見たことないもんね、こんな。カレーの王子様。もう有名なのはこれ、SB のゴールデンカレーね。これが美味しいんだよな。確かにうまい。ゴールデンカレーは普通にうまい。ただ最近食ったやつだと、バリカラってやつね。ゴールデンカレーのブートジョルキア仕様のバリカラってやつ買ったことがあって食ったことあるんだけど。すげえ、辛いは辛いんだけど、あんまうまくなかったな。やっぱゴールデンカレーの辛口以外多分一番、まあ、バランス的にうまいよな。辛いカレー、ってなると、ゴールデンカレーの辛口っていう。まあ、俺の中ではね。
ゴールデンカレーの辛口のルーのやつをね。まあ、最近全然食ってないんだけど、作ってないんだけどね。カレーね。まあ、ということですよ。長くなりましたけどね。うん。これは美味しい。本当に美味しい。うん。これ、やつぼし。ご視聴ありがとうございました。